懲罰貿易やないんか、副所長さん。なぜ手を出した？なぜ手を出したと聞いているんだ。おかしなこと聞くんやな。こないだはなんで手出さへんのか聞いてきたばっかりやないか。これはお前の仮釈放申請書だ。数日前から私が進めていた。なんで？あんた組の人間は思って出さんって言うてたやないか。一週間前に所長宛に届けられたハガキだ。東条会がお前を破門するという旨が書かれた破門状だ。刑務所は更生施設。罪を犯した人間を更生させるのが本来の目的だ。罪に対して十分な更生を態度で示した服役囚には刑期の軽減措置が図られる。仮釈放もその一つだ。通常服役囚が極道関係者の場合、更生を示す最も有効な手立てが組を辞めるということ。つまり今回のケースもそれにあたる。お前、ここを出たら東条会の若頭を襲名する予定だったんだろう。2年前、お前がここに移送されてくる際、警察関係者から申し送りがあった。そのことが他の囚人にバレないよう配慮してくれとな。傷害罪で3年、お前ほどの大物がこの手の軽微な罪状で服役する場合の理由は2つだ。敵対する第三者にはめられたりなどして現場不在を余儀なくされた場合、もしくは逆に自ら身を洗い組織の万全を期すため。釘原に暴行を受けても手を出さなかったのは身を洗い一刻も早く組織に戻るためだよな。もう破門の見え関係ない。今回のことは不問に付す。組を辞めたお前がもうここで無駄に苦しむ必要もないだろう。どうした、泣いてるのか。アホらしい。気持ちはわかる。ここで過ごした日々が無駄になってしまったんだからな。だがそんなんじゃう。俺はつくづく自分が情けない。え、どこに行く。おい高坂、仮釈放の件辞退させてもらいます。なんだと。破門されて初めて分かった。俺はヤクザを続けたかったんやない。ただ自分が信じた奴らと一緒におりたかっただけなんや。もともとどの組織におるとか若頭になるとかどうでもええんや。今はちゃんと罪償うてここ出られりゃそんだけでええ。冴島、冴島の兄貴。冴島さん、その様子やと濡れ衣無事晴れたようやな。本当に本当にありがとうございました。俺、本当になんて言ったらいいか。礼はええ。それより仮釈放の方はどうなったんや。認められました。副所長が通してくれたようです。そうか。それにしても冴島、随分と早く帰ってきたな。あれだけの騒ぎを起こして懲罰貿易じゃなかったのか。俺も不問にされたんや。
あの高坂いう男にね。高坂が？ババちゃんの件といい、冴島さんの件といい、いつからあいつそんなに寛大になったんですか？波紋のせい。波紋？それってまさか、あんた組を追われたってことじゃ。そのまさかや。兄貴、波紋って、そんな、何があったんです？理由はわからん。けど破門されたこと自体はどうでもええ。それよりなんだ。嫌な予感がするんや。配達です。はい。これってん？どうした日村。これって冴島さんがいた組のことですよね。東条会最高幹部真島五郎氏死亡って、兄貴これ。あんたの波紋ってのもこの事件が関係してるのか。兄貴、嘘や。このような断るわけない。冴島さん、こんな時間に何を騒いでいる。余暇時間中とはいえ静粛に。これ以上騒げば減点対象とするぞ。すみません。冴島、馬場。はい。先日お前らが行った刑務作業の件で話がある。二人とも棒から出ろ。わかりました。冴島、お前もだ。早く立て。兄貴。呼び出したのはあんたか、副署長。嘘の理由まで作って来ないな場所を呼び出して、一体何の話。副署長室では第三者に話が聞かれる可能性もあるからな。安全のためだ。我慢してくれ。どういうことです？説明してください。実は冴島の仮釈放申請が却下された。え？却下って、どうして？私にもわからない。通常仮釈放の申請は施設のある地方更生保護委員会が審理し決定されるものなんだが、今回はさらにその上、法務省から直接圧力がかかったようだ。法務省って、そんな。冴島は全国の警察関係者もマークする裏社会の大物だ。東条会ほどの大組織の最高幹部が仮釈放されるとあれば、法務省が口出ししてくることも考えられるが。話言うんはそれだけか。ん？さっきも言うたはずや。俺は仮釈放を申請するつもりはない。それに馬場ちゃんはこのことに何の関係もないはずや。俺はすぐにでも調べなあかんことがあるんや。真島五郎のことだな。真島って確かさっき新聞に載ってた人の名前。真島五郎、東条会射程頭直系真島組組長、構成員数千人を超える組内最大の勢力真島組の組長であり、冴島大河の唯一無二の兄弟分。そうだったな。え？じゃああの殺された人っていうのは兄貴の親友？そう。そしてその真島を殺したと目されているのが札幌北方組の組長、北方泰造だ。北方組。警察関係者の話によれば、真島は東条会会長の命を受け
北方組を傘下に収めるべく札幌へとやってきていたらしい。そして組長の北方との会合中に撃たれて死んだそうだ。どうしてお前がここに呼ばれたのかわかるな、ババ。はい。なんなんや、ババチュン。北方組は前に俺がいた組です。なんやって。場所を移した方が良さそうだ。そうだな、資材置き場で待っててくれ。私もすぐに向かう。一緒にいるのを見られるのは避けたい。ええんか、この隙に何するか分からへんぞ。お前も話の続きを聞きたいだろう。冗談に付き合っている暇はない。いいな。分かった。あの兄貴、ババジュン、今は副署長の言うこと聞いとこう。話はそれから。はい。待たせたな。でさっきの話やが、ババちゃんが真島をやったっちゅう北方組の人間やっちゅうのはほんまか。ええ、そうです。でも香坂さん、俺が北方組の人間だったとしてシャバの事件とは関係が。そんなことは分かっている。私が気にしているのはお前らの身の安全だ。安全って一体どういうことですか。どうも引っかかるんだ。今回の一件、あらかじめ全てが仕組まれていたことのように感じる。どういうことや。半年前に集団で入所してきたあの国原のグループ、それと共に始まった冴島への暴行、連中の目的はお前の刑期延長だった。そこに来て波紋の話、仮釈放の手続きを私が進めた途端、国原たちは手口を変え、馬場を罠にはめることで冴島の仮釈放が取り消されるよう仕組んできた。なぜそこまでしてお前の刑期を延長する必要がある。冴島の兄貴に復讐させないためですか。その可能性はある。もしかしたら国原たちは事前に真島が殺されるということを知らされていて、冴島がここから出て北方組に復讐できないよう足止め役として送り込まれた人間なのかもしれない。確かに北方組は大きな組です。でも囚人を送り込めたとしても法務省に圧力をかけるような力があるとはとても。ああ、そうだ。もし法務省に手を回すことができるとすれば、そんな組織は2つしか存在しない。1つは関西の近江連合、それにもう一つは。そうか、つまり釘原たちは東条会の息がかかった連中ちゅうことか。え、ああ、もしこの推測が当たっているとしたら、話の規模からしてそう考えるのが妥当だろうな。ちょっと何言ってるんですか。なんで東条会が身内の人間にそんなことをする必要があるんですか。裏切り者がおるっちゅうことや、東条会の内部にな。裏切り。冴島は2年前この刑務所に入るとき、刑期を終えたら東条会の若頭に就任する予定になっていたんだ。兄貴が若頭。とにかく東条会はどうにかして冴島の力を封じ込める必要があったんだろう。まさかそれで波紋を。しかしただ破門しただけでは逆に刑期短縮、仮釈放が許可される可能性が高まる。だから法務省にまで手を回し、今度は仮釈放の申請を却下した。
この網走に冴島大河という力を封じ込めるためにな。おそらくそういうことだろう。持っていけ。これはさっき言った運動場の一番奥、南西の門、その裏にスノーモービルが止めてある。その鍵だ。どういうことや。脱獄しろ、ここから。なんやと。ついさっきうちの所長が死んだ。死因は調査中だが他殺の線が濃厚なようだ。なんで所長が。所長は冴島の仮釈放が却下された理由を聞くため東京に向かう途中だった。だが札幌空港でタクシーから降りたところ何者かに襲撃されたらしい。それだけじゃない。今日の午後には新たに100名近くの服役囚が移送されてくる。通常では考えられない数字だ。おそらく何かの目的があって移送されてきた人間に違いない。それって兄貴を殺すための資格ってことじゃ。事態は我々が考えるより大きくなっているんだ。このままでは確実に冴島、それにこの件に関わった馬場も殺されることになるだろう。そうなる前に何としてもこの危機を回避しなくてはならない。せやけどこないなこと許したらあんたの身も。覚悟の上だ。私は職を辞すことに後悔はない。それよりもこの刑務所が更生を促すための施設であり続けることの方が重要だ。高坂、冴島さん、それに馬場さん、もうあなた方は囚人ではありません。あなたたちは十分に罪を償った。これ以上私がここであなたたちに更生を促す必要はない。ここから出て本当の敵、所長を葬った真の敵を見つけてください。深夜同房の囚人が眠ったのを確認したら房を出てください。刑務官に命じて鍵は開けさせておきます。署内を出たらそのままグラウンドを突っ切って南西門から脱出してください。その時間なら釘原たち、他の囚人たちの妨害にも会わないで済むでしょう。わかった。最後に一つだけ約束してください。何や。もし犯人を見つけることができたら、その時は決して殺さず必ずその男を生かして刑務所に送ってやってください。そこから先は私たちの仕事ですから。約束する。お願いします。で、何だったんです副署長の話ってのは。別に大した話じゃなかったですよ。仮釈放の申請を改めてするって話でね、兄貴。ああ、そっか、二人揃って仮釈放か。寂しくなるな。で、冴島さん、ここ出たらどこ行くんです。月見野に行って例の兄弟分を殺した男を探すとか。ま、そうなるやろな。それじゃあ冴島さんとはまた近々会えるかもしれませんね。なんで。だってほら、それって復讐しに行くってことでしょ。殺人罪でまたここに戻ってきちゃったりして。おい日村、縁起でもねえこと言うもんじゃねえぞ。そうですよ、冴島の兄貴がそんなことするわけないじゃないですか。でもあの殺された人、冴島さんの親友なんでしょ。冴島さんの性格からして黙っておけるわけないんじゃないかと思って。あれ、怒っちゃいました。別にいいよ、そう思うんが普通やろからな。せやけど俺は復讐はせえへん。俺自身は兄弟を殺した北方っちゅう男に直接恨みがあるわけやないんやからな。じゃあ何のためにそいつを探すんです。俺は知りたいだけなんや。兄弟を殺した男がどんなやつなんか
直接お手話が聞きたい。話してどうするんです？警察に突き出すとか。別に何もせえへんと思う。はあ？何ですかそれ。俺は聞きたいんや。この世で一番強いと思っとったあの兄弟がなんて言うて死んでいったんかもな。それが喜多方の口から聞ければそれでいい。それで兄弟を殺した相手の恨みは消えるんすか？もしほんまに兄弟が殺されたんやったら、それは弱なった兄弟のせい、殺した奴のせいやない。人に命取られるようなやわな奴になってしもたんか、それか犯人がもっと強い奴やったんか、どっちかい。なんか深いんだが浅いんだがよくわかんねえ考え方っすね。まだ俺は兄弟が死んだとは信じられへん。せやからそれを確かめたい。それだけ。俺の勝ちや。あー来たね。最後に2で革命って、札幌のローカルルールじゃそれなしなんすよ。ずるいね。それじゃあ冴島さんと馬場ちゃんとこうしていられんのも残りわずかっちゅうことで、例のあれやってきますか。ん？例のってあの妄想ゲームか？でもあれゲームっていうか日村さんの武勇伝だからな。どうです冴島さん、いいでしょ今夜くらい。そうやな、またおもろい妄想させてもらうかな。それじゃあ行きますよ。まずは行きます。あれ行き見すぎやで。
れ、まあ気にすんない。いけるいける、大したもんや。いただき。あれ、決めちゃいますよ。今日めっさ調子いい。まあこんな日もあるわ。
世話になったな。行きましょう。おやっさんの言った通りっすね。でもマジで寂しくなりますね。まあな。そんなことより、あとは今日移送されてきた囚人たちが動き出さなきゃいいんだがな。ま、そん時はそん時でしょ。大丈夫、きっとあの二人ならそれでも逃げ出せますって。ここ出たらグラウンドやな。ええ、逃げろ冴島、逃げるんだ高坂。すまない、俺の力では止められなかった。だからどうにかして自力で逃げ、高坂、高坂、どこに行くつもりだ冴島。栗原、お前、てめえに逃げられちまったら、せっかく呼び寄せた兵隊たち無駄になっちまうじゃねえかよ。もっと俺らと仲良く楽しもうぜ。ババちゃん。はい。あんなクズでも高坂藩は生かせっちゅうやろか。言うんじゃないですかね、高坂さんなら。そうか。よう聞け、お前らは殺さん。その代わり、この世には死ぬより辛い生き方があるっちゅうことを、その体に教えたるわ。生き残ったこと後悔させたる。お前らが死ぬ瞬間までずっとな。
じゃん。ムカつく指示だな。決まるな。手加減なしだ。じゃねえか。だがどんなに頑張ったって無駄だぜ。まだまだ新手がこっちに向かってんだからよ。ここを出たってあんたは逃げられねえんだよ。死ぬまで楽しもうぜ、冴島。信じられない。この人数相手に勝つなんて。後の処理は自分でせえ。切るなり焼くなりしたら生き残る方法くらいあるやろ。お前は極道相手に戦争をふっかけたんや。こんくらいの覚悟できとったはずやろ。殺さないで。殺さへんよ。香坂藩との約束やからな。
行けるか、ババちゃん。はい。刑務官の拳銃って旧式で使いにくいんだよな。当たんないかと思って。日村さん。捜査一課の刑事だったんだよ俺。これで俺が月見野の武勇伝持ってたわけじゃないって信じてもらえます、西島さん。日村、あー副署長なら大島のおやすさんが手当てしてます。どうにか一命は取り留められそうだって。ほんまか。ほら大島のおやすさん隠れて薬溜め込んで他の囚人に回してたりしてたでしょ。あれ昔の癖なんですって。なんか若い頃は医者もかじってたみたいですよ。ほんといろいろ裏のある人ですよね、あの人も。よかった。早く行ってください。何分か前に俺が警察とレスキュー呼びましたから。今行かないと捕まっちゃいますよ。お前らどうするんや。決まってるじゃないですか、ここでちゃんと刑期を終えるまで服役します。一緒に行かなくていいんですか。俺らがここにいないと何があったのか証言できる人もいないっしょ。それに今脱獄してもこの雪じゃ捕まる前に遭難でもして死ぬのは目に見えてるから。日村さん、ババちゃんたちこそ気をつけて。ここから出られたとしても外の方がよっぽど危ないんだからね。この季節は2メートル近い人食いグマも出るって言うしさ。またそんな、こんな時まで話持って。だから本当なんだって。まあいいや、早く行って。鬼切る。ええ、俺が出所したら飯でもおごってください。任せとき。めっちゃうまいホルモン焼き死ぬほど食わせたるわ。え、なんで？カルビとかのがいいんですけど。ほな。アクセル全開で突っ切りましょう。ああ、しっかり捕まっとけ、ママちゃん。兄貴
ごい奴らですね。兄貴、避けて。まだ追ってきてますよ。なんとか難所は越えましたね。ああ。くそ。ママ、どうした？指に力が入らない。ママ！木村の言うてたんよりでかいヤンキー。
嫌だ。